それは石井にもいるんですけどもね、はい、バッターは5番の和田、先ほどはライトオーバーのスリーベースヒットを打ちました。それではこの前の打席スリーベースヒットをご覧いただきましょう。いや振り遅れたかなと思ったスイングだったんですが、それがちょうどライト方向、秀則もやっぱり硬くなっているんでしょうか、普段の守備ではありませんでした。一気に三塁へ、ノーアウトランナーが三塁になって、さあこれで西武ライオンズが簡単に1点取るかなと思われたんですが、そこから点が入りませんでした。しかし今のが日本シリーズでの初ヒット、倒れてこれはいくか、伸びるか伸びるか伸びるか、入ったか、入りました、ホームラン、スタンドギリギリいっぱい入りました、ホームランです。和田の第1号のホームランによりまして、これで西武ライオンズが1点を取りました。谷繁がしまったなという表情、落合監督は全く動じておりません。日本シリーズ先に点を取ったのはライオンズ、キーマン5番和田のホームラン。気をつけてはいたんでしょうけれどもね、川上は。そうですね、でも今のうまく打たれましたよ。そうですか、インサイドのボールじゃないですか、田淵さんいかがですか。これはもう和田のうまさ、これはもう川上が別にね、あの谷繁にしてもね、あの悔やむことないですよ。これはもう、これだけのねシュートをねファールにさせないでポールを巻くなんていうのはもう本当に職人ですよこれ、はい、あそこのボール川上あんなホームラン初めてじゃないですか、打たれたことないと思いますけどね、オリンピックを経てあれだけ回転手術からね、その経験をチームに生かしたいと言っていた和田、